後頭骨と仙骨っていうのを使って全身のバランスをまあ整えると一番脳脊の流れが良くなると思います。ゴッドハンド養成塾を運営している篠崎雅樹です。よろしくお願いします。本日は頭蓋仙骨療法の簡易バージョンをお伝えしたいと思います。腰痛とかですね、いろんな症状にも効くんですけども、腰痛の、今モデルさんちょっと腰痛がある状態です。で、頭蓋仙骨療法なんで全身のバランスを整えるというものになるんですけれども、実際に本格的にはだいぶ難しいテクニックと言われています。なので今日は簡易バージョンですね。誰でも簡単にできそうなもので簡易バージョンをお伝えするので、治療科の、先生たち使ってもらえたらいいなと思っています。腰痛とかの場合って普通骨盤の方とかね、この辺の周りとかをよくやったりするんですけど、するかもしれないんですけど、根本療法だとね、そういったものに限らず全体のバランスをとっていくというやり方をしていくんですが、頭蓋の後頭骨と仙骨っていうのを使ってポンプ作用があって脳脊髄液と循環させて、神経のバランスとも良くなっていって治療が活性化していろんな症状とか治っていきますよというのが頭蓋仙骨療法になるんですけれども、すごい簡単に言うとそんな感じですよね。でやり方すごく難しいので今日は簡単なやつですね。でまず事前にどんな状態なのかを体のチェックをします。ちょっと僧帽筋ですね。まずちょっと肩の、圧痛とか何かをテストしてみます。ちょっと痛い、左より右の方がちょっと硬いです。痛みもありますか？はい、痛みもあるでしょう。で腰の部分はですね、反り腰が結構ひどくて、ちょっと押するとちょうどここが一番5番のあたりですね、負担がかかっているところなんですけど、こういうの感じます？右も感じるけど左の方が感じますかね。腰は左側が特に感じて、肩は右側感じるような状態、ちょっと硬いですよね。でちょっと足を曲げてみると、こっちはですね結構柔らかく曲がってくるんですけど、こっちはこんな感じでここで止まってくる感じですね。これ以上曲げようとすると外へこう逃げていくような感じになります。こういうのをね、改善の指標として確認します。で、ちょっとね触診とかをしてみると、仙骨もですね、こう前に、反り腰になっている状態で前に落ち込んでいるような状態、仙骨底上の部分が前方に沈んじゃっているような状態が強い状態ですね。で頭の方はですね、ちょっと動きはあまり良くない、頭の方の方が特に良くないかな状態になっています。熱感とかですね、拍動の感じとか、それも右左でもバラバラっていうような、状態になっています。でやり方としてはですね、片方の手を仙骨にちょうど、1番2番ぐらいですかねに接触します。こっちは軽く接触する感じですね。でもう片方の手を後頭骨触れて軽くですね、こちらの手を上下左右回転、軽くですね、今これ例えば上です、で下です。これちょっと大げさにやってます。上下左右、実際にはこんなに大きな動きはしないんですけど、一応分かりやすく大げさに言うとこういう上下左右でこういう回転、左下右下とかこういう感じですね。こんなに大げさにはやらないんですけど、こんな風にですね、上下左右回旋をさせてみて、でこちらの手で脳脊髄液の流れとかを感じます。今ちょっと流れが悪い状態なんですけど、
まあ、実際にはですね、こちらの手で、本当に軽く皮膚に密着させるような感じですね。で、まあ、これが今上方向ですね。グラムでいう、重さでいうと5グラムぐらいの圧ですかね。5グラム、10グラムとか100グラムとかかけてないとですね、上方向に軽く圧をかけます。で、下方向に圧をかけます。で、左です。右です。で、こう回転させます。で、反対に回転させます。まあ、こんな風にですね、軽く、上下左右回転、こちらの手でね、軽く、まあ、圧をかけるまでいかないですけど、皮膚の遊びを取っていくような感じですね。で、そうすると仙骨の方にですね、まあ、脳脊の流れが良くなるような感じです。まあ、感じれない方はですね、まあ、難しいかもしれないですけど、感じ方って人それぞれなんでね、その流れを感じる方もいれば、まあ、敏感な方だったらね、感じると思うし、仙骨がね、ふわっと動くような感じがしたりとか、まあ、そういうふうな感じを手で感じ取ります。で、そういうのを感じ取ったら、まあ、実際にモデルさんの場合だと、こういう左側へ回転ですねさせた時が一番脳脊の流れが良くなる状態です。まあ、こちらの手で感じてるわけですね。で、そう感じ取ったら、まあ、脳脊の流れが今いい状態になってるので、そのままでこちらの手だけ軽く揺らすような感じ、10回ぐらい、で10回ぐらい終わったら、そのまま置いておいて、5呼吸ぐらいですかね。で、左手では脳脊の流れを感じ取ってます。で、始める、落ち着いてきたなっていう状態になったら終了です。で、そしたらもう一回ね、確認してみます。まあ、今反り腰の感じはさっきより少ない状態にはなってます。だから多分触るとさっきより痛みとか減ってると思うんですね。これ痛み減ってきてる。まあ、触ると柔らかいです。うん、ここのしこりがあったのもですね、今だいぶふにゃふにゃになって柔らかい、今痛みないよね、状態ですね。で、これも多分揃ってると思います。そうですね、さっきこう曲げてくるとこの辺でもうこっち逃げる感じがあったんですけど、今普通にこの辺までね、右左同じように曲がっていきます。で、こういう状態になったら終了です。あまりですね、その複雑な動きをするものではないので、まあ、すごくね、簡単だと思います。仙骨の方は、まあ、ここ仙骨底が上にあって、まあ、こういう形ですよね、三角形ので、後序長後つけて真ん中で2番で、この辺にふわっと、で、あんまりベタッと当ててしまうと仙骨と仙腸関節ですねに手を覆ってしまうようにすると動きがわからない状態になりますし、ロックされちゃうので、そんな風にはしないで仙骨だけですね、ふわっと乗せるぐらいです。で、こっちの手はもう何もしない、感じ取るだけですね。で、頭の方ですね、頭の動きとしてはこう当てた状態から、これが上ですね、今下です、左です、右です。で、左の回線です、右の回線です。動きで言うともう本当にこのぐらいで、さっきやったのは若干このぐらいで脳脊の、まあ、仙骨のね、動きがちょっと出るような感じになって、脳脊の流れがね、ふわっと良くなるような、そういう感じがあるので、もうここでこの角度で止めて、このまま軽くこのぐらい、まあ、脳脊の流れをね、さらにいい状態にしてあげるような感じで軽く揺らすぐらい、
こういう感じで10回ぐらいですよね。ゆっくりと。で、終わったら呼吸がね、ちょっと落ち着くまで少し3から5呼吸ぐらい待って離すっていう感じですね。はい、じゃあですね、頭蓋仙骨療法の簡易バージョンですね、非常に効くテクニックです。簡単なんですけどね、効くテクニックなので、まあ、治療のね、ご自分でやっている治療の一部としてね、ちょっと試してみたらいいんじゃないかなと思います。そうするとね、普通になんか施術やってもね、あんまり良くならない腰痛だったりとか、なんかの症状とか、まあ、根本療法ですからね、良くなっていくと思いますので、試してみてください。じゃあ本日はご視聴ありがとうございました。